はい。皆さん、こんにちは。ケントですえ。今日はですね、ちょっと前々から思ってたことではあるんですけれども、いつもね、え僕のコンテンツであったりとか、YouTube であったりとか、インサツイッターなんでも構いませんけれど、こういったところにね、質問をくださっている方、こういった方に対してお話ししたいなっていうことがあって、動画撮らせていただいてます。いつもの栄養学のトピックとは若干ずれちゃうかもしれないんですけれども、個人的には結構大事なことなんじゃないかなっていうふうに思っているので、最後まで聞いていただけたら嬉しいです。 皆さんもね、こういう場面って見たことがあると思うんですけれども、トレーニング指導、栄養指導っていうのを普段なりわいとされてる方っていうのが、SNS 上で来たリプであったりとか、ダイレクトメールなんかの細かい質問に対してね、こっちはね、時間をかけて 勉強してお金をいただいてプロとして生計を立てているのに、無料で長文を送りつけて来られて、教えてくださいなんて失礼じゃないんですかという場面って皆さんもね <laughs>、拝見された方多いんじゃないかと思うんですよね。こういう運動指導者、栄養指導者だけではなく、他の業種の方もそうだと思いますが、こういうような人って結構いるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、自分自身もね、実際お金をいただいて、クライアントワーク、トレーニング指導であったりとか、栄養指導、そして今現在はね、栄養体系的に学べる学校っていうのもやらせていただいております。これは栄養学に対して、人一倍勉強して できた自信自負っていうものがありますし、もっと正しい知識っていうのは世に広まってほしいなっていうところ、ファッションでやってるんですよね。YouTube のコメントメインになってくるとは思いますが、Twitter であったり、Instagram であったり、直接メールアドレスにいろんなねお問い合わせ、ご質問、リクエストっていうのが日々もらっていて、だいたい1日にね20件とか30件トータルするといくんじゃないかなっていう風に思います。僕もいろいろね自分の好き勝手やらせていただいていて、時間がすごいあり余ってるのかっていうとねそういうわけではないですし、他のトレーナーさんであったりとか栄養指導者さんであったりとか情報発信をされている方 っていうのも湯水のごとく時間があり余ってるよっていう方はねほとんどいらっしゃらないんじゃないかと思いますこの場を借りてそういう風にね質問であったりとかリクエストを普段投げてくださるような方に対して配信者を代表するというわけではないんですけれども正直な意見を言わせていただいていいですか これですね、めちゃくちゃありがたいです。もうどんどんくださいっていうことが今日の動画の結論になります。いや、本当にね、いつも皆さんありがとうございます。こうやってね、動画であったり、コンテンツを作ったり、情報を発信したり、クライアントワークとして、トレーニング指導に携わらせていただいていたり、ジムをやらせていただいたりしてると、今皆さんがどういうことに興味持ってるのか、何に注目してるのか、どんなニーズがあるのかっていうのは、常に僕自身もね、気になっていて、どんどん勉強していきたいなっていうふうに思ってるわけですね。大きい会社とか、企業であれば、調査会社、マーケティング会社っていうところを通して、 発信しようとしているもしくは販売しようとしているサービスやプロダクトにまつわる市場にどんなニーズがあるのかっていうのをお金をかけてねアンケートっていう形で吸い上げるこういうことをやってるところもたくさんありますそれぐらい皆さんからのご意見リクエスト質問っていうのは重要なんですよなのでねこう正直言っちゃいますけれどもいろんなこう質問に対してね普段お金もらってやってるんだからそんなことをね言ってくるなんて失礼だろうとかって言っちゃう人自体が僕はプロとしてどうなんだろうなっていうふうに思ってます確かにね自分自身がこう時間的に忙しかったりとか正直これはグ,グ 作っっってててくれよいいいうううもももの中中身しょうもないなっていう質問もね中にはありますだけれどもそんな別に答えなければいいっていうだけの話じゃないですか誰かにね強制されて SNS やってるわけじゃないですし大抵の場合好きでやってるわけですからわざわざね 相手に対して失礼じゃないですかみたいなことを言っちゃうのっていうのはもう自分の成長機会を損失している。めちゃくちゃもったいないなっていうふうに思います。え、ね、こんなこと言って恐縮なんですけれども、自分もね、いただいたご質問すべてに答えられるわけではないです。むしろね、答えられないものの方が多いかもしれません。今現在っていうところにフォーカスすると、僕が運営している栄養学校 NNC でもらった質問、ここに優先順位を置いてますし、ここでいただいたものに関しては、皆さんからお題をいただいてますので、すべて答えるというふうにしてます。それでも、時間に余裕があるとき、めちゃくちゃ面白いなと思う質問であったりとか、自分自身ね、あ、こういったニーズあるの かかななっったたたらみたいな時ってたくさんんあるんですよねえこういう風な時っていうのはインスタグラムとかツイッターでもね DM リプ関係なく結構返すようにはしてますどうでしょう、ね、いただく質問の 30%35% ぐらいっていうのが正直僕自身が返してる質問のパーセンテージっていうのがねお恥ずかしながら現状ということになってます僕の場合は皆さんからいただくリクエストだったりとか質問っていうところこの題材っていうのを動画のタイトルにしたりだとかあとは講演会をさせていただく時のトピックにさせてもらったりって結構あるんですよねつまり誰か一人が気になっているっていうことは それ以外の方も気にななっていいる可能性が高いわけじゃないですかそういうものって自分で調べるのってなかなか大変で、あ、こういう視点もあったんだっていう風に気づかせてもらうことたくさんあります。最近の自分の動画を例に挙げると、アグマチンが N を生み出すメカニズムであったりとか、ホエイプロテインの中で e a の含有量って何なのっていう話であったり、マッスルファームのメーカー解説、こういったところって全て皆さんからのリクエストで動画にさせていただいたものなんですよね。自分としてはそれは知っていて普通のことだなっていう風に思っていたとしても、他の方から したら知りたいっていう方があこれだけいらっしゃるのかっていうところで、コンテンツにしたら意外とね。同じような疑問を持っている方がたくさんいらっしゃって、多くの方が見てくれたっていうケースはめちゃくちゃ多いです。なので、質問コメント、リクエスト、そして <laughs> 中にアンチコメントでさえね。めちゃくちゃありがたいので、引き続きどしどしいただけたら嬉しいです。で、1点だけ皆さんにお願いがあるんですけれども、これは自分は今までそういったケースってあまりないんですが、sns とか見てるとまるさんにね。一生懸命質問されたのに、それを無視されたともうそいつっていうのはどうしようもない。トレーナーだとかくそトレーナー。 逆切れから誹謗中傷みたいな残念なアクション。 してくる方っていうのも残念ながら一定数いらっしゃいます。ゼロではないです。皆さんね、逆の立場になって考えていただきたいんですけれども、いきなりね、見ず知らずの人から長文の質問が来てたまたま忙しくて答えられませんでしたと。もしかしたら後で答えようとしてたのかもしれないです。でもね、そんな時になぜかこう、いろいろ言われてしまったら、おいってなるじゃないですか。僕の動画の視聴者さんにはね、そういった方いらっしゃらないと思うんですけれども、ぜひ他の方にね、こういったリクエストだったりご質問を投げかけるというような方っても、ぜひ温かい気持ちでやっていただけたら嬉しいです。ということで今日は 普段から僕が思っていたお話っていうのを正直にさせていただきました今後ともよろしくお願いいたします。